そこまで。まあまあね。ナコルルに私のことを話すだろう。そう思ったの。レラ、それは何？レラ。嫌じゃない。レラと呼ばれるのは嫌ではないわ。レラ、私の名前。なかったわ、そんなもの。そう、ありがとういいわ、少し休憩しましょう。なぜそんなに頑張れるの？これまで相当過酷な稽古を課してきた。普通なら誰もが音を上げるほど厳しいものよ。でも弱音を吐くこともなくついてきた。なぜ？その結果、ナコルルに嫌われることになっても。そうでしょう。あなたがしていることは、ナコルルが最も忌み嫌うことよ。最初に私に言ったわ。相手を殺すことになろうと、ナコルルを助けたいと。でもナコルルはそれを望むかしら。
コルルのことを本当に大切に思っているのだ。このシクルのことについて話してあげる。シクルはまだ幼い頃、父親に殺されそうになっていたのよ。その頃、徐々にではあるけれど、蔓延し始めていた魔。シクルの父親は、その魔に支配され、我を失っていた。そして、その場に巫女になりたてのナコルルが、偶然遭遇してしまったの。彼女は狼相手に互角以上の戦いをできるだけの腕を、すでに持っていた。でもナコルルは戦わなかった。ナコルルはシクルを連れて逃げた。本当は殺してしまうこともできたのに、子供の前で親を殺したくなくてね。でも所詮大人の狼の足にはかなわない。ナコルルは父親狼に追いつかれた。ナコルルもシクルももはや助かる見込みはなかった。でもその時シクルーの母親が飛び出してきたの。母親は完全と父親狼に立ち向かい死んだわ。相打ちになってね。ナコルルはね、シクルーに泣いて謝った。戦いを避けたために死なないでいい母親まで失う羽目になった。それを必死で詫びたの。愚かよね。その時になるまでわからないなんて。後になって泣くだけなんて。わかる？戦うべき時には戦わねばならない。何かを守るためには何かを殺さなくてはならない。そう。戦いの方法を手に入れようとするあなたは間違っていないわ。おしゃべりが過ぎたようね。稽古再開よ。シクル。今日の修行は前回の応用編よ。やり方を説明しようか。それじゃあ始めましょうか。用意はいい。行くわよ、シクル。そう、いい動きよ。何してるの？そう、その調子よ。その調子よ。いい動き。いい。そう、いい。いい動きよ。いい動き。やるわね。いい。いい動きよ。いい動きよ。そう、その調子よ。いい動きよ。ここまで。見事ね。腕を上げている。
いい間合いだったから褒めようと思ったわ。気にしてないわ、別に。とにかくこれからもきちんと稽古を続ければあなたは強くなれるわ。私に従っていればね。私のために。人は私が怖くないの。戦いのことしか口にしない。得体の知れない相手を。村人は私を恐れるわ。山で私を見ると逃げ出す者までいる。綺麗、私が。あまり人を信用するものじゃないわ。裏切られた時、痛い目を見ることになる。え？あなたは不思議な子ね。また修行をしに来なさい。それじゃあね。なぜ
私は歌を歌ったの。私にとっては何の考えもない曲のはずなのに。黙りなさい、シクル。私は敵になる。ナコルルが戦いから逃げようとする限り、無駄な感情などいらない。ナコルル、あなたには幸せになる資格なんてないのよ。宿命からは逃れられない。幸せになる資格は、ないのよ。そう。あなたは戦わざるを得なくなるわ。すぐにね。ミカト、何をそんなに急いでおるのじゃ。急いだところで目的地は逃げぬぞ。お前がどんな用事で急いでいるのか、私らが当ててやろう。むむ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 む。はぁ、出た。お前は勇者になって皆を見返してやろうと悪心もしれチクチクを倒しに行ったが、帰り討ちにされ、泣く泣く逃げ帰るところであろう。はー、出た。お前はひょんなところで手に入れた宝石のために秘密組織から命を狙われ、美女と一緒に逃避行している最中であろう。はー、出た。お前は80日間で世界一周できると嘘をついたのがバレ、その罰として80数える間にカーボイコタンを一周している最中だな。それなら何をしているというのじゃ。まったくじゃ。でも当たってると言えばよいのじゃ。しかし他の理由など考えられんぞ。マナリに会いに行くわけでもあるまい。本当？最初からミカトはマナリに会いに行こうとしていると分かっておったわ。もうバッチリじゃ。バレバレじゃ。丸分かりじゃ。ちなみにマナリなら家にはおらんぞ。見えた。
なりにも関係がある昔話なんじゃがの、欲しいことをした。よっしゃ、それでは勝負じゃ。今回は音楽に関する問題を出すぞい。能や歌舞伎の音楽を演奏する囃方は四拍子とも呼ばれるが、その四拍子は笛方、小包方、大包方ともう一つはどれじゃ？